はい。今日はちょっとね、庭のナスが実ったんで、これでなんかちゃちゃっとチャラリンコおかずを作っていこうと思います。チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、ってことでね、今回はね、ちょっといつもと違って今日実家に帰省してるんですよ。で、ちょっとね、実家の庭になってたナスとかね、これがちょっと変わったサラダピーマンっていうやつ。あとね、シソの葉ちょっと取ってきたんで、まあこれを使ってね、家庭菜園の、お野菜で作る麻婆ナスみたいなやつをね、作っていこうと思います。ね、じゃあチャラッとチャラリンコ作っていこう。で、ナスはね、普通のナスと長ナスが1本。ね、これをね、使っていきまーす。ね、ヘッダのとこね、ちょっと取ってやって、この半分に切っちゃう。うん。で、こんな感じでね、切っていきます。ちょっと長細い感じ。乱切りではなくてね、乱切りではなく、もう、こんな感じで。今日は家庭料理のね、本格中華ではなく、家庭料理風の、麻婆ナスですね。で、こんな感じで切りますと。これがね、サラダピーマン。これもちょっと、ヘタとね、種取ります。おかえり。カメラ回ってるよ。これはね、こんな感じで、ざく切り。今日はね、お袋の声がね、入ってまーす。ね、いつもチャラリンコクッキング一人でやってんだけど、今日はね、外からね、お袋とかばあちゃんの声が入ってくるんでね、ちょっといつもと違って、面白いですね。白ネギだったっけ？これ取ってきたシソの葉、これね、ちょっと刻んでね、麻婆茄子仕上げに入れます。だから今回は結構ね、和風麻婆茄子って感じ？うん。こんなもん。適当に。シソの香りがね、すごくいいですよね。ちょっと洗って、薄皮一枚剥いてやって、これをね、白いところ。これを細切り。だいたいね、10センチぐらい。長ネギ10センチ分ぐらい。みじん切り。はい、これでね、完成。これだけ、具材は。フライパンですね。で、これにね、やっぱり、麻婆茄子もね、茄子はね、油で揚げた方が美味しいです。ただ、あんまりいっぱい入れると、始末が大変なんで、これぐらい。ちょっと少なめ。揚げ焼きにするっていう感じですかね。で、このポイントはね、油の温度をよく、高温に熱してやるっていうのがポイントです。よく中華料理のお店とかでは、油の温度を200度にして、大量の油でザーします。揚げます。高温で一気に。そうするとうまいんだけど、家庭ではね、これぐらいの油で熱して、さっと火を通して、焼き色をつける。これがね、柔らかいナス。にする秘訣ですね。したらね、油の温度の方が約180度になりました。はい、したらこれを入れていきまーす。ナスを入れていきまーす。ナスを油で揚げる。揚げ焼きですね。で、ナスのね、色が、表面が茶色くなってきたら OK。はい、したらね、ナスの方に色がね、変わってきました。約ね、180度で約2分ぐらい。したらこれピーマン入れていきます。サラダピーマン。で、このピーマンは生で食べれるんで、もうほとんど火を通さずに、
さっと油を回してやるって感じですね。さっと油を全体に回してやる。はい、これで OK。はい、こんな感じですね。じゃあこんな感じでね、油の方を切っていきます。はい、そしたらね、この、鍋の方で、ひき肉を約 100g、 ひき肉 100g 入れます。はい、あとこれをね炒めていきますと。はい、じゃあこんな感じでね、お肉の方に火が入ってきました。で、油が透明なの出てきましたね。はい、したらね、ここで麺醤ですね。甜麺醤、中華甘味噌、これ小さじ1杯。それから、豆板醤も、小さじ1杯。同じ量入れてやります。よく炒めてやる。この時に、甜麺醤の香りを引き出してやる。これがね、ポイントです。うん、いい香りがしてきた。ここで甜麺醤をしっかり炒めてやるね。はい、で醤油小さじ1杯。はい、これでザーサイの完成。はい、で今回そのままいきます。これ料理酒小さじ2杯ぐらい。はい、お湯をね 200cc、 丸鶏ガラスープ、これをね小さじ2分の1杯入れます。はい、でお砂糖小さじ2分の1。でここでまた醤油、小さじ1杯。はい、入れます。火強くします。はい、でここで、グツグツしてきたら、この先ほど油通ししたナスとピーマン、これを入れてやると。はい、でこれでちょっとね煮てやります。ナスにこの出汁を味をね含ませてやるっていう感じですね。ここでちょっと煮てやる。はい、美味しそう。はい、じゃあね、グツグツしてきました。したらここでネギを入れます。白ネギドギャッと。はい、したらね仕上げに入ります。水溶き片栗粉、これはね、片栗粉が小さじ2杯で、水が小さじ4杯で溶いたもの、これをね、少しずつ入れてとろみをつけていきます。ちょうどいいとろみをつけていきましょう。はい、これぐらいでいいですね。はい、そしたら最後仕上げにごま油小さじ1杯分ぐらいを、鍋肌に入れてやると。はい、でもこれで完成です。で最後にまた強火でガーッとね、ごま油入れてから焼くことによって旨味と香りを閉じ込める、基本になります。はい、じゃあこんな感じですね。はい、完成。じゃあね盛り付けていきましょう。はい、チャッチャカチャカチャカチャッチャッチャ。わー、うまそうね。皆さんどうですか、美味しそうでしょうね。麻婆茄子、
家庭でこんなにね美味しい麻婆茄子ができたら最高ですよ。はい、完成で、最後に今回はここがオリジナル、大葉、庭でね、さっき取ってきた大葉を、散らしてやります。はい、こんな感じです。これで、麻婆茄子完成です。はい、ってことでね、早速ね、この、和風麻婆茄子ですね、いただいてみたいと思います。庭で採れた茄子を使った麻婆茄子、いただきます。うん、おいしい。これはうまいっすね。茄子に染みてますね、味が。で、こうやって作ると家庭でも簡単に美味しい麻婆茄子が、まあ、誰でもね作れるんで、ぜひ試してみてくださいってことでね、今回はこの麻婆茄子を紹介しました。で、これがね、美味しそう、やってみようかな、少しでも参考になったよってね、思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、いいねボタン、ポチリンコお願いします。また見てね。いやー、暑い。これからね、おかんとおばあちゃんと食べます。一品作ったってことで、ね、いやうまい。うん、うん、うまいうまい。うん、あの最後に言えた大葉がいい風味なのね、いい風味になるのね、いいっす。